ここはコロニー連合の中域だ。金製品をスキャンする間、現在の航路を維持するように。これで終わりだ。発生。あ、酸素ねえな。サイモン・ライチェックと合流する。ジェットパックで楽々移動できるんじゃないの。あ、できる。中入ったらとりあえず宇宙服は脱ぐか。シドニア。あ、違った。捨てちゃった。友人の道に手を貸してくれる。仕事がないってどういう意味？時間もね。僕から来たと思って。タスク生まれちゃった。スポーツの話をしろとかなんとか言ってたような。この人か。ここから出るのが待ちきれない。迷子か、それとも仕事に敗れた採掘者に元気って聞きに来たのか。あんたは気軽に話せる相手に見えた。こんなご時世で話す価値のあることと言ったらスポーツだけだ。ところで今年のユニバーサルチャンピオンシップはギャラクティックレイダースが最有力候補のようだな。思う。いきなりスポーツの話やんか。レイザーダービー以外は本物のスポーツじゃない。まあ全くその通りだ。新しく誰かを送り込んだとは聞いていた。ここまで来れてよかったな。インフィニティリミテッドとダイモススターヤードの契約が進行中だって情報が入った。お前の雇い主は詳細について興味津々になるだろうな。だから値段を上げさせてもらう。まあ法外な値段だな。だから支払えないんだったらちょっとした仕事を依頼したいんだ。何？交渉の余地はある。この値段か。ちょっとずつ攻めていくか。うん、そうだといいかな。よし、いい方法を考えよう。よし、よし、値下げしよう。え？だがこれ以上は無理だ。それとも仕事を受ける気になったか。おい、全然負けてくれてないやん。きっと気に入るよ。じゃあ仕事するよ。ご想像の通り、情報提供者であることはリスクと隣り合わせだ。土星の軌道上に傭兵がいるらしい。俺を消したいと思ってる。マライ・リスコバだ。そいつを始末して証拠としてそいつの銃を持ってきたら請求をチャラにすると約束する。オッケー。まあ本当に助かるよ。マライの船はダチュラという名前で、あ、船、さっきも言ったように土星の軌道上にいるんだ。忘れるな。証拠として銃を持ち帰るんだ。これ軌道上ってことは船 VS 船になっちゃう？もしかして。あ、やべ、そこはあんまり得意じゃないんだけどな。土星、いいわ。何しに来たか言わないなら撃つ。楽しくなりそうね。さあここで何をしてるのか言わないなら調べるために身ぐるみを剥いでやってもいいのよ。20レベか、たっけえな。
サイモン・ライチェックという男を探しているのか。私はたくさんの人を探してる。で、その全員があんたとは無関係よ。助ける?助けるってどうなんだろう。まあ、証拠で武器さえ持ってくりゃいいって言ってたからな。へえ、何から？今のとこ私にとって危険そうなのはあんただけなんだけど。あんたを宇宙に放り出してやってもいいのよ。説得来い、説得。私を殺す？逆に殺してやるわよ。私があんたを殺せないだなんて思わないことね。いいわ、あいつはまさか私が。ああ、なるほど。わかったわ。エンバーは渡す。でもこっちの船に乗ってもらうわよ。危害は加えないと約束するわ。一応ね。よかった。船戦闘はあんまり得意じゃないっていうか、この船1ミリも強化してないから、まだ船内に入れる方がいい。ドッキング。てか銃は素直にくれるんだな。はい。一応宇宙服着よう。やべ、こっちじゃね。一人しか乗ってないなんて言わないよね。一人なのかな。ここまで追いかけてくるほどのガッツがあるやつを見つけるなんて、サイモンもやるわね。私を殺した証拠にエンバーを持ち帰れと命じられてたとしても驚かない。エンバーは手放さない。それをあいつも知ってるはず。え、エンバーとは一体。初めてエンバーに出会った時、その銃口は私に向けられてた。そして勝ったと思い込んでたそのバカはバックファイアを食らったわこの銃にはもう数えきれないほど命を救われてきた。こんな仕事をしてれば危険なんて日常茶飯事でしょ。つまりそういうこと。銃を渡してくれるってさっき言ったよね。いや、どうなんだろう。お断りね。ダメやん。フラッと私の船に来て銃をもらえるなんて本気で思ったの？私が正直さが売りですってタイプじゃないってことは知ってるでしょ。あんたがこの船に足を踏み入れた瞬間からずっと殺したかった。それが唯一の真実よ幸運を祈る。待てよ、なんでわざわざ挑戦させた。まあ、それは殺したいからだよね。もちろんあんたの船よ。簡単に売れるものにダメージを与えるリスクは避けたいわ。それにこの方が乗り込んで価値がありそうなものを見つけやすい。瓦礫の中から探し出すよりね。必要なアクセスカードはあんたの死体から奪えばいい。こっちの船も欲しいだけかよ。とりあえず説得してみよう。間違いないわね。もう腹は決めたわ。はい。確かにそうかもね。私の命を狙う連中はもう十分すぎるほどいる。はい。なるほど。あ、成功しちゃった。一理あるわ。私を探し出せたなら、あんたは私が誰だか知ってる。そして、私はあんたのことを何一つ知らない。わかった。結局、交換条件を飲むしかなさそうね。エンバーを渡して、私は消えるわ。それに、これは一時的な合意だと考えてる。エンバーはいつも私の元に戻ってきた。今回だってそうなるわ。この約束を破ったら死んでもらう。今までにも似たようなことを何度も言われたけど、生き残ったのは私の方。それが何を意味するか自分で考えてみることね。サイモンは賢い選択をしたようね。初めてだわ。
さあ船から降りて身分証を偽造してバケーションの予定を立てるから。こいつ銃は取り上げた。別に倒しちゃってもいいよな、エンバー。エンバーを大事に扱ってね、いずれこの手に戻ってくるんだから。楽しませてもらうわ私は許そう。だがこのエンバーが許すかな。あら、なんだろう、サイドスターなんて持ってるじゃない。あら、こんなピストル持ってんの。どっちみちこのエンバーは渡さないといけないんだからね。お土産にそのピストルいただいていこうかな。で、なんかないのかな。あるじゃない、素晴らしい。根こそぎいただいていこう。最低。まあこれで二度とこの人にこの武器が戻ることはないでしょう。他に金目のものはない。つうか、この人も、お人よしすぎでしょ。武器をね、こっちが、あ？なんかタレットみたいなのついてたし。こっちが武器を取り上げたらね、ワンチャンこうするかもしれなかったとね、考えておくべきだったね。じゃあ、さよなら。サイモンさん。楽々武器持ってきたけど、できればこの武器強いから、このままくれないかな。どうも。おや、悪魔に会ったのに生き延びたんだな。あるいは全部払うと決めたのか。悪魔ってほどでもなかったけどな。あの嘘つきの残酷な女は、やっと報いを受けたんだな。もう5年もの間ずっと怯えて生きてきた。いつあいつが俺の目の前に現れてこの胸に弾丸を撃ち込むのかとずっと思っていた。死にました。ふん、マライ・リスコバのいない世界、奇妙だな。彼女がいなくなったら嬉しくなるはずだとずっと思ってた。ずっと逃げ続けてきたから、本当に安心だと思えるまでには時間がかかりそうだ。なあ、その銃はお前が渡さなくていい。過去を忘れるべき時が来たみたいだ。よっしゃ。ああ、そうだな。過去の話はもういい。ここにある情報はドミニオン計画とかいうものの取引に関わるものだ。スレートを2つ渡す。その中にはインフィニティのスパイであるスタンレー・マクミランの監視映像と行動データがある。自分で手に入れたんだ。3つ目のスレートも渡そう。オッケー。いい取引だったな。よし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 。スタンレー・マクミランという男に関する情報。そっか、別に武器を殺した証拠として見せればいいだけだったから、渡す必要なんてなかったのか。そんなこと言ったら殺す必要も別になかったけど。へぇ、排水ソルスティス。HP が低いほど、あ、HP ってのはこっちの話か。で、エンバーといえば？あ、でもこれは別に、レアリティついてないの。ただアタッチメントがたくさんついてる。マジで。コンバテック、ソルスティス。ソルスティスって書いてある。これ結局ソルスティスなのか。エンバーって名前がついてるだけ。ソルスティスばっかり持ってんな。そう考えたら今。そもそも、こんなゴミ溜めみたいな街で何してんだ。仕事で貧乏くじでも引いたか。ダイモスを取引に応じさせるためにインフィニティに送り込まれたんだ。気の利いたコードネームがあるぞ。ドミニオン計画だ。まるで世界征服でもしそうな勢いだな。俺も一丁かませてほしいもんだ。だろう？言っておくが、ドミニオン計画は本物だぞ。インセプションかクアンタムに売るべきだ。
そうだな。アストラルラウンジに行ってこの技術が欲しい龍神インダストリーズに頭を下げさせるか。あいつらにはとんだ皮肉になりそうだけど、こいつは違う。ドミニオンはインフィニティをトップにするだろう。あいつらの得意分野で龍神を倒すんだ。はあ、ファイル。まあ、どんな技術を持っていようが私が盗むんですけどね。あ、いろいろ書いてある。大体の現地時間。あとはドミニオン計画のファイルをうまいこと手に入れればいいんだな。はい、ちょっと寄り道してました。アイテム整理とか、アイテム整理だけするために寄り道をするつもりだったんだけど、ちょっとあまりにもキャッシュがたまねえなって思って、スリをやってみることにして、そしたらスリが思いのほかうまくいって、で、フォールアウトもスカイリブもそうなんだけど、スリってまあ失敗したら懸賞金かけられてしまうわ、敵対されるわで、結構めんどくさいことになっちゃうんだけど、なんとこのゲームクイックセーブという機能があるんで、失敗したとて、やり直しが効くと。いうわけで、スリをめっちゃやって金めっちゃ稼ぎました。なんともう10万クレジット近い。で、スリスキルもめちゃめちゃ進めたんで、なんと、もうランク4です。なんならホルスターに入ってる武器も盗めちゃう。素晴らしい。ただそれでも、対象が持ってるアイテムのレア度によって成功確率は結構下がることがあるんで、まあクイックセーブと組み合わせていきますよと。安全策を取ったらね。まあだからこうやって、多分ここ今誰にも。え、見られて？ちょ、触れ、触れ。ああ。あ、後ろ向く。後ろ向くなら。なら喜んで手伝うよ。後ろ向くなら。あ、そっち行っちゃう。あ、いいとこ行ってくれる。監視カメラあるわ。この人ダメだ。ちょっと、他に、ちょっと試験的に使えそうな人。誰か。あ、この人でいいや。シドニアの人々は、どうも。はい。はい、カプチーノ。という感じで。まあでも今成功確率 90% だったけど、90% でもたまに失敗するんよね。この辺は70%。あ。と、まあ、こうなるんで、クイックセーブ大事と。こんなことを繰り返してキャッシュを稼ぎました。よし。で、早く家が欲しいのには理由があって、もう船のコンテナに物資をしまえないっていうのと、今もだいぶ資源が溜まってて重量を圧迫しつつあるんで、ま、家をちゃんと所持できるようになって家にしまえんのか知らないけど、とりあえずちゃんと買い切っておきたい。ので、採掘は楽しい仕事だ。そうでなければ、応募がたくさん来るはずないだろう。そうだ、これもハッキングしないといけないんだ。おめえなんかいいの持ってっか？持ってね、盗んだとかな、この人。まあいいや。ハッキング。あ、さらにハッキングとな。そもそも何のタスクやったか忘れたわ。これダメなの？ダウンロード？ OK。 と、まあそんなこんなで今の所持品を見てみようものならば、はい、ここにまず盗品がありますと。で、回復系アイテム、アンプも盗品あるし、シナプスアルファも盗品あるし、はい、薬系盗品まみれやね。回復パックも盗品たくさん。
で、まあ資源、まあ資源はそんなに盗むようなもんでもないし。つか盗んだもん売りまくったからもうあんまり手元にないんだったわ。で、ドミニオン計画に関するデータは手に入れたんで、渡しに行くと。で、今本当にスリ特化の主人公になったんで、このままね、実はこの火星のこの建物にもマスターピッキングスキルが必要になるような場所とかあって、そうなるとね、ありとあらゆる場所に侵入できるようになりたいならばピッキングスキルとかも磨かんといけないな。そっかさ、ここでスリやったらこの辺役員が多いんだからいいもん持ってんじゃね。ちょっとスリできそうなやつ探ろう。こんなところかな。あ、こいつもスリ。はい、さよなら。重役フロアに来るとは驚いたわ。出世したようね。スリしてることにも驚いた方がいいと思うんだけど。と、まあクレジットとかスリし放題で一番嬉しいところは弾めっちゃスリできるから弾薬にもう困んないまである。ただちょっとこの辺は向かい合って立ってる人が多いからちょっとスリしにくいかな。まあでもマジでうまい。面倒を起こさない。さて、想定より長くか。お前も後でスリしてやるからな。サイモンが持ってた情報が何であれ有益であることを祈るわ。渡さないという選択肢はないんだもんな。ドミニオン計画と呼ばれてるもんだよ。ドミニオン計画？そんなはずない。解読する時間をもらいたいわ。さて、お、あらあらあら、お友達のサイモンは嘘つきじゃなかったのね。ドミニオン計画はインフィニティリミテッドのプロトタイプじゃない、私たちのものよ。名前を変えることすらしなかったのね。一緒に来てマサコに伝えないと。え、何、逆にうちから盗まれていたものでしたとか。あ、ちょっと待って、スリさせてくんね。スリさせて。900クレジットかなんかな。重役とかもな、大したクレジット持ってないんだよな。せいぜい3桁だよ。みんなカードか。もっとちゃんころ持ち歩いてくれよ。マサーコ？あら、エム。ウラル？どうかした？誰なの？ビッグボーイです。新人の見習い工作員よ。情報提供者との接触を任せたの。でももっと重要な知らせがあるわ。インフィニティリミテッドがドミニオン計画に着手したみたい。ありえないわ。それだけじゃない。彼らは自分たちの名前で売ろうとしている。ええ、そうでしょうね。すぐにワインズに調査をさせなくては。あなたがこれを見つけたということは調査の手伝いを依頼できそうね。いい、ドミニオン計画は機密情報よ。その存在を知ろうとするだけでも高度な取扱い許可が必要なのよ、はい、スパイにこれ以上情報を渡せない。ええ、セキュリティチーフのダルトン・ファインズに会ってきて。あなたが甚大なセキュリティ侵害を明らかにしてくれた。それからありがとう。他の工作員ならこれを利用してゆすろうとしたかもしれない。お、1万クレジットでーげー。弾もくれた。ほぼ11万クレジットか。夢のマイホームローン完遂まであと少し。ダルトン、これはこれは、麗しき水今だ。何のご用かな。冗談はいいわ、ダルトン。あなたのところに工作員を派遣した。コンピューターにファイルも送ったわ。準備しておく。今回はマスターか、チキショウ。大丈夫だと信じてる。ちょっとさ、
会場スキル上げて、今スキルポイントゲットしたよね。これだ。ちょっと会場ね、何が悔しいかって、こういう金庫を見つけてもマスターですって言って蹴られるのすげえ悲しいから、早くこういう金庫を開けられるようになりたい。そしていいものを手に入れたい。そしてお前からもいいものを手に入れたい。お、そのセンクレ私にくれてもいいんじゃないの、クイックセーブ。あ、見られてる。よし。はい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 、さよなら。あとは大した金目のものはでけえテレビ。お、これクレジットじゃね？これクレジットだね。はい、いただき。はい、いただき。こんなとこに直でクレジット置くか。見張ってるよ。中まで見張った方がいいかも。忘れるとこだった。おメモだよ。はい。あ、もう全部 90%。全部もらう。デジピックもね、使うこと多いからいただく。あとは？は？いただく。これはアドバンスか。うわ。ちょっと今完全にこの企業に信頼されまくってるからね。まあ、信頼を勝ち取りつつ、もらえるものは全部もらっていくぞ。